ホライゾンゼロドーン2017年ソニーインタラクティブエンターテインメント、どうもアラヤンです。さあ今回はストーリーメインクエスト、トムライの穴やっていきたいと思います。今いるのはここですよ。ここ向かっていくのはここですね。トムライの穴、プロジェクトゼロドーンの真相を確かめるために米ロボット軍司令部の廃墟を探索する、エリザベト・ソベックが作った武器を探しに行くところですね。機械たちを止める方法があるかもしれないってところかな。どっから入っていくんだろうな。この上の方か。上の方に向かっていけってことみたいだな。この辺には遺跡の残骸が落ちてますね。ここもそうかな。遠くの方にグリントホークたちが見えるんだよな。いやー嫌な感じ。ここでのた打ち回ってる触手みたいな、この機械の方に行けってことだよね。これはなんだ、戦車か。戦車っぽいな。この上どうなってんの。ここなんかいるか。なんかいそうだぞ。光ってるな。まだ機械は稼働してそう。入り口はここか。この中を探しに行けってことだよね。降りれば早い。中にもいるな。マガツキがいるな。とりあえずそこに一体と、それからカルト人たちが二人か。隠れられる場所が少ないな。まずはマガツキからやるか。この物陰を回り込んでやっちまいましょう。さようならだ。そこの二人は、一人はサイレントストライクで。こいつの勝利作戦か。来た。後ろからなんか来た。誰？なんであれ、いい結果にはならなかったようだな。後ろから攻撃を食らった気がするが。影のために血を流せ。かわせ。よし、終わりかな。いや、硬いぞ。硬い、こいつ硬いわ。そして回復しやがるぞ。お導きを。危ない危ない危ない、やられるやられる。一旦回復だ。物陰に隠れて、ただ見失ってるっぽいんだよね。行け。よし、部屋の中を見て回ろう。なぜあれで見失うのか不思議だが、さあ一旦回復して、ここに何かあるんだよな。データか。通信ログ、ワンダリ軍曹。時が止まってしまったよう。何の音声データだったんだろうね。ヤーナっていう名前だけ。この人はグリエフ軍曹。見えるかサイレンス。サイレンス、ここにもあるんだよな。これはこれはミルズ伍長。それじゃあ今日も靴の勝利作戦の開始といく。30秒後に接触。ああ、30秒あればゼロドームも完成するね。どうやらここまであんたたちと戦えて最高だったよ、戦車さんもね。来るぞ。衝撃に備えろ。サイレンス見えてるか。なんだ。みんなここで死んだんだ。よくあることだろう。もっと面白いものはないのか。ここで戦って死んだ人たちの音声ログって感じだったよな。防衛戦って感じだったよね。米軍ってところかな。向かうのはさらに奥の方か。
これはジップラインかな。戻れなくなりそう。完全に退路が断たれたが大丈夫か。とにかく奥行くしかないんだろうね。右側に通路、左側に何か。兵士たちが寝てた場所か。母の源にある宿みたいな。何かデータが見えますね。こいつはこれも音声データ。アコスタ5丁。カリフォルニア海軍第3戦後、太平洋からスワームが襲ってきた。そして地元のミニットマンか、狂気の15戦隊がゴミベルトを焼き払った。海が炎に包まれて、そして全てが焼けた。おでえまみれのロボットたちが攻撃してきた。スワームの計算修正までの数時間、奴らをなぶり殺してやった。内地におびき寄せ、カルマール中に散らばらせた。ビルを落として電子パルスを浴びせる。いつも通りの手順だ。最後にカリフォルニアにいたのは確か5、6歳。40年代はまだソーシャルネットフィルターがどこでも流行ってたっけ。何の話だったんだろうな。機械との戦いの日々って感じか。こっちのデータは、これも音声データかな。記録、東海岸での最初の戦いは長期戦となった。カルマール以前のことだが、状況は東の方がひどかった。ミニットマンの訓練のために3週間沿岸の町に派遣された。降り続く雨、ヨーロッパがやられたせいだ。立ち並ぶ 3D プリントの仮設兵舎、主力部隊の攻撃を受ける時までプリントしてた。ミニットマン、彼らが住んでいた場所で戦闘訓練を行った。真面目に訓練すれば少しは長生きできるとごまかしてね。実際そうなったら最悪だというのに、彼らは私たちが何か知っていると思い込んでゼロドーンの質問をする。実際こんなことしてたら自分もロボットになってしまう。奴らは学習していくが、人間はどうだろうな。かなり自虐的になってますね。ここは何なんだ。ここは兵士たちが過ごしてた場所、基地って感じだろうかな。そこら中にデータポイントが落ちてますね。こいつは、これも音声データ。いいか翔くん、基本方針115条を思い出してくれ。無許可での処理サイクルの使用に関して記載されている項目だ。特に 115C にある、直接軍事訓練や効率に関連しない全てのホログラフィックシミュレーションについてな。肝に銘じておくように。それじゃあ楽しんで。何なんだそれは。次はボイスメール。頼りをありがとう。ここじゃ時間が経つのが早い。タイに入って4ヶ月でもう20回は派遣されている。西海岸を行ったり来たり、威勢のいい志願兵たちとは一緒に戦い続けてる。訓練じゃこう言われたそうだ。これが DEW だ。敵がいたら撃て。ま、それでもなんとかまとまってる。第6 MRB とリチウムビーチでホルスを倒した。あのデカブツが倒れる姿、本当にすごかった。ニュースになってるといいな。まだチャンスがあるってことを示せたんだ。プロジェクトゼロドーンに必要な時間さえ稼げれば、全て昔みたいに戻るはずなんだ。人類の存亡をかけた戦いだったってことかね。ホルスを倒せるぐらいの軍事力はあったってことか。ごめんよ。長いこと連絡できなかった。ごめんよ。毎回任務が長引いていって、この家具は厳しくなっている。それに敵に動きを読まれるようになった。まあ鉄の世界だし慣れていた。一人減るごとに10倍働かないとならなくなる。いわば景気の悪い家業だよ。ただ彼らは家族じゃないし、君もいないしね。僕は今でもたまに思い出すんだ、君といた時のことを。昔はみんなよく顔を合わせてたし、まだ希望を持っていた。それも今や消え去りそうだ。何を守ろうとしているのかすらもうわからない。唯一わかるのは君のために戦ってるってこと、それだけ。そして正体すらわからない。ゼロドーンのために。寂しいメールだな。
ゼロドーンのことはみんなには聞かされてなかったってことかね。こっちもまた開けたな。今度はどこへ行くんだ。さらに下にも道が続いてそうだね。こっちの部屋は、ここは何もないか。これは、これも音声データか。いや、これは文字だな。うまい話に食いついて失敗したみたいな話かな。ここにはこのテキストログだけ。こっちの奥に部屋はないか。エレベーターは動いてなさそう。こっちにも部屋があるぞ。ベッドが一つ、団長の部屋か。なるほど。ログさらい5丁の手帳。米軍の兵士たちをロボットに置き換えるつもりだったってことかね。兵士たちは解雇されたってことか。除隊書類には低い自殺リスクありと書かれていた。怖いな。使い捨ての駒じゃないか。じゃあこのジップラインの下かね、行きますか。めちゃくちゃ深いところまで来たけども、ここも扉が閉まっているんだが。赤い光、電力がないってことか。どこかから電力を復旧してこいって話か。この線が電源につながってる。近くに扉の電源があるはずだ。この電力ケーブルをたどっていけってことかな。ケーブルは奥の方に続いていってますね。向こう側ってことな。オッケー、登ろうぜ。ホログラフインターフェース、きっと何かの暗号だ。ここにあるものをスキャンしてみた方がいいかも。これを動かして電力を復旧しろってことか。これは、これは使えそうだ。機密暗号化ポート、こいつを調べろってことかい。反時計回りに反転か、時計回りに回転か。そこにもあるね、コードネクサス。一回回してみましょうか。何がどうなのかって感じだよな。一旦元戻す。どこかでこれをロック解除するヒントを見つけてこないといけないか。下にも足場的なものはあるんだよね。こっから下にも行けそうだ。ここにもあるね。そして向こうにも、あそこにデータポイントか。いや、きっとみんな地熱システムの再起動方法を知りたがるだろう。こうするんだよ。鳥は夏に北へ飛んで、春は東へ飛んで、秋は西へ飛んで、冬は南へ飛ぶ。ジュディテックのマイク様の口からこんな美しい詩が聞けるとは思ってなかった。期待を裏切る、それが俺様ってやつ。北、東、西、南って話だから、順番にこいつを操作して向けていくってことが。一つ目は北向いてるから、それからこいつは東に、それからこいつを西に、ここは南にって感じかな。こういうことか。電線3本、電源3つ。一つ目だ。これで一つ目の電源オン。他のものはヒントがないんだよな。近くにあるホロロックの会場に必要な設定のデータあり。この画面上に表示されてるやつのことか。上上下下ってことだったら一回向けてみましょうか。これでどうだ。これで2つ、あと1つ。オッケー、こっちも電源オンか。あと1つは上のやつ、あとは向こうのやつだよね。さっきみたいに同じようにスキャンしたらわかるのかな、こいつ。そんな感じだよな。上下左右かな。回してみましょう。これでどうよ。よし、これでいい。多分そのはず。オッケーだ。これで電源オンでしょ。落ちたー。
落ちて扉の前に戻ってきましたね。電源復旧してますね。開けましょう。オープン。宣言の音。何する？エクリプスだ。別の入り口か。よし、動力源だ。もっと見つければ、さっき見つけたイニシエの鎧が手に入るな。イニシエの鎧の動力源を一つゲットしたね。さあ、誰がいんのかな。やっぱりいたか。奴らが欲しがってるのは武器だけ。結構いっぱいいるよね。敵が 7,8 人はいるのか。さあどうしよう。この上から倒していくべきか。左側の部屋の中にも一人いたよな。隠れられる場所があまりないんだよね。呼んでみましょう。上には登ってこられないのか。戻っていっちゃうな。人間たちはどうだろう。こっち呼び寄せたら、あいつらは上に来そうだぞ。オッケーだ、こっちから入ってくるだろ。来ましたね。いい感じいい感じ。来たところをサイレントストライク。いいね。現状か。まずは人間たちをみんな呼び寄せて倒していこうかな。なかなかうまく上の方に来てくれないみたいだな。だったらとりあえず上にいるやつから倒しますか。一人ダウン。奥のやつも行くか。さようなら。上の階の二人はこれで終わり。下にも二人いるんだよな。まずはそこでちょっと気づきかけてるあいつから行くか。見つかったか。それじゃ行くぞ。スクラッパーのマガツキが上に来そう。登ってくるか。いいね、マガツキが階段登ってきた。こいつもやっちまおうか。いや、帰って行っちゃったな。なんでみんな帰って行っちゃうんだろう。上来てくれないな。一人兵士が来たっぽい。ここに。サイレントストライク失敗か。これはきつい。ないな。さようなら。もう一人来てるよね。だよ、後ろから。いや違うな、爆弾を仕掛けられたのか。こっちに隠れれば見失う感じですね。ごつい武器持ったやつが来たけど、あいつも見失ってくれたらサイレントストライクで倒そうかな。後ろからな。楽勝だ楽勝だ。真上からの動きが決まらなかった。やばい、これはまずい。力を見よ。決まったつもりだったね、今。どうもこっちの部屋には入ってこられないみたいですね。奴らを見つけたら叫んで。そーっと近づいてやっちゃった。強引だけどな。で終わったよ。あ、忘れてた、あいつまだ倒してなかったな。スクラッパーのマガツキ、せっかくだからこれ使おうか。デスブリンガー機関砲、終わらせてやったわ。
楽勝だ。じゃあこの中探索します。ここはアイテムか。すごい死に方してんねこの人。いただいて。上の階層には何もないのか。よし、じゃあ奥行こうか。この鉄骨の向こう側だよね。よし、行った。それから向こうかな。向こうの壁に張り付いて出っ張りを越えていこう。こっちか。そのまま上かな。行けそうかな。次のエリア、ここは向かうのは奥側。こっちも部屋があるんだよな。たくさんデータポイントがありますね。あなたを信じてる。エイムス、私連絡しすぎよね。あなたのことを誇りに思ってる。故郷のみんなもそうよ。内陸20キロ移動させられたわ。用心のためって言ってた。学校は開校してるから、私がアンドラスとレジーの面倒を見てるの。あなたがどこで戦っているかわからないけど、ブイトールが通り過ぎると子供たちが手を振るのよ。私は信じてる。元に戻ることはないんだろうけど、でもあなたを信じてる。私たちは平気。これは何だろう、遺言的なものか。返事をして。エイムス、もう生きているかどうかすらわからない。あなたからだと言われて手紙をもらうけれど、でもまるでこれはリサイクルみたいなの。文章が整っていて、私が伝えたことについては何も書いていない。抑制ゾーンにガスマスク、暴動、ワンアース、ダラスバブルの出来事だってロボットのせいじゃないわ。あなたが生きているか尋ねても彼らは正直に答えてくれないのよ。あなたから連絡が来ているかだけ言うと、あなたは任務中って。こんなのあんまりよ。世界の終わりにあなたが隣にいないなんてあんまりだわ。愛してる。悲しすぎる。どういうことなんだろう、リサイクルっていうのは。誰かがメールの返事、手紙の返事を勝手に書いちゃってるってことかな。こっちにもデータポイントありますね。改ざん後承認1。頼りをありがとう。ここじゃ時間が経つのが早い。タイに入って4ヶ月だ。威勢のいい志願兵たちと一緒に戦い続けて、なんとかまとまってる。第6 MRB とホルスを倒した。ニュースになっているといいな。まだチャンスがあることを示せた。プロジェクトゼロドーンに必要な時間さえ稼げれば。さっき入り口のあたりで聞いた内容と同じだよな。こっちは改ざん後承認に。長いこと連絡できなかった。ごめんよ。毎回任務が長引いていって、人前だから厳しくなってる。もう寛容だよ。思い出すな、君といた時のことを。仲間に会うとまだ希望を持っていた。君のために戦っているよ。なんだか若干ニュアンスが違いますね。さっき聞いた音声データと。こっちは部隊状況報告。状況報告。第9機械化即応部隊、部隊長ピオナ・ミュレル中尉。部隊の指揮は依然として、対ファロの採火のため行われた光線からの悪影響を受けている。特に志願兵が数多く戦闘に参加しているエリアで光線が起こると影響が顕著に現れる。これらのエリアでは民兵と民間人の多くの者が犠牲となり、死亡者数が膨らんでいるのが現実。言葉にならない。そしてその状況を目の当たりにし、徐々に部隊内に絶望感が広がっている。状況を踏まえ、ここで再度第9機械化即応部隊の配置を、一時的ではあるが、ある施設に集中させることを要請したいと思っている。プロジェクトゼロドーンに必要不可欠な施設だ。そして今一度プロジェクトゼロドーンの現在の進行状況を早急に報告するようここに要請する。プロジェクトゼロドーンがどんな風に進んでいるのか全然見えない状況で、
また別の施設に部隊を送るみたいなことを言ってましたよ。ここで聞けるのは音声データだけだったな。さらに奥に道が続いているぞ。こっちは開けたな。なんだこれは。ホロプロジェクター。そして向こうに音声データがいくつか見えてるんだよね。これはテキストログ、 USRC 展開記録、部隊の展開記録かな。データがありますね。そいつはこいつは物資な。いただき。道は向こうにも続いているが、先にこの機械は動かさないとダメか。ホロプロジェクターを起動。これはなんだ。それか。地図だ。地球だ。一体何の。この世界、地球だよ、アーロイ。平らだとでも。そんなわけないだろ。月食の時、月にかかる影が曲がる。球体だということだ。遠くから見るとこう見えるのか。その話はまた今度にしよう。今はやるべきことが。ファロの機械は全てを食い尽くそうと世界に広がった。それをどうにかエリザベトが食い止めたが、どうやって。これは世界が滅びた時の地球ってことかな。赤く光ってますよね、全大陸が。向かうのは向こうの部屋。手前にも部屋があるが、この辺りの扉は開かないのかな。こちら側にも部屋。ここには何もないのか。何もないね。そして回復アイテムを拾って先に行くということはボス戦ってことか。行きましょうか。これがプロジェクトゼロドーンなのか。これはなんだよ。エクリプスが鉄の悪魔をいじっているな。奴らまさか起こせるとでも。気をつけろ。これはデスブリンガー。太陽と影に。ケンペシュがもう行った。しかもこいつ動いてる。鉄の機械を修理して動かす技術があるってことだな。さあ敵は地上にデスブリンガーと、それから 1,2,3 人兵士がいるのか。4人今上にも誰かいた気がするが、上のあそこにいた奴らは今はいなくなってる。さあどうしようかね。あそこ1人上の方にいるのか。あいつは倒せそうだろう。あいつから行くぜ。ヘッドショットで行ってこい。さよならだ。他にはそこのやつは、あ、そいつも高台の上にいるんだな。任しとけ。一撃で倒せないか。もう一発いっとこう。さようなら。一人気づかれそうになっているが、ダブルショットに切り替えて、あいつ奥のやつからめっちゃ撃たれてる。足場が崩れる。見つかっちゃダメってことか。足が遠くから行ってやろうか。終わりだ。あとはデスブリンガーだけなんだが、あいつをどうやって倒すかだよね。爆裂の矢あたりで武器ぶっ飛ばしますか。そこら中に武器ついてもんね。天井のあれからぶっ飛ばす。はいよ。効かねえ。どうしろと言うんだ。また攻撃されて足場が崩されるんじゃないの。やばい、足場が。
どうやって倒すんだこれ。とりあえず周りの人間の兵士たちは倒したぞ。ここから下に降りられそうなんだよな。多分下に行かないと倒せないんだろう。デスブリンガーの弱点が基本的に雷っぽいので、雷の爆弾撃って攻撃していく感じかな。とりあえず一発当てよう。そして降りましょうか。さあ下に降りたぜ。こっからもう一発雷の爆弾で行け。見つかった。全然感電しないのでは。かわせかわせ。やばい、どんどん削られていくな。行け。やばい、来る、攻撃が来るぞ。雷爆弾効いてんのかこれ。さあもう一発だ。雷ダメージ入ってますね。よし、感電してる。今の間にトリプルショットでいけ。ダメージが全然通らねえ。これはきついぞ、強いぞ。痛い痛い痛い、かわしきれない。雷で感電させていくのが良さそうかな。行ってこいよ、届くか、届かない。そのうちこの障壁がなくなりそうなんだが、もう一発雷行け。よし、感電だ、行くぞ。あの赤いところを受けってことかな。ダメージ全然通らないんだが、ダメだね、蓋がされる。さあ、もう一発雷ダメージは比較的入りやすいから、前を回避でかわして、痛い、この隙間にもう一発。 OK、 入った。こっちで撃ちはどうだよ。こっちはダメージ入るね、長弓。もう一発いけ。よっしゃ、破壊できるぞ。ダウンダウン、もう一発いけ。そこの真ん中、よし、また雷爆弾かな。いけ。雷は結構ダメージ入りそうだから、車かわせ。危ない危ないよ、怖いよ。もっと自分のところに雷打っちゃったが、 OK、 入ってますね。いけ、もう一発ダブルショットで。ダメだ、走行が。雷爆弾作れ。よし、できた。もう一発、怖い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 、かわしてかわしてかわして。よし、今だ、もう一発入った。もう一発いけるでしょう。よし、これで雷ダウンかな。あと火炎放射やめて。これで一発、もう一発足に。よし、倒したぞ。ダウンか。ここも一発、上も一発だ。くそ、入らない。強いこいつ。さあ雷爆弾でもう一発。ああ、炎炎炎出るよ。離れて、射程範囲広いな。もう一発いけ。感電してくれ。よし、来た。やるぞ。ここに一発、そしてここも、ここもだ。もうちょいなのに。いけ、爆弾。もう一発、熱い熱い熱い。勘弁したな。よっしゃ、行くぜ、こっか。撃て。やったか。強いなあ、デスブリンガー。私の兵士たちは一度に何百体と戦ってた。一対一じゃ倒せるわけないよね。よし、アイテムゲット。ああ、強かった。倒し方分かったね、デスブリンガー。感電させて長弓で攻撃か。この辺に箱があるから素材はゲットしとこうかね。周りに落ちてるアイテムは大体拾ったから、次のエリア行きますか。向こうの扉だよな。
行きましょうか。何かありますね、この奥。こっちに通路が続いてる。周りの部屋は入れないな。どこだ、どこに行くんだ。向こう側か。ホロプロジェクターか。会議中かな。ありがとう、ソベック博士。座ってくれ。おい、ありがとうだって。あんなこと言われて。将軍、博士は現状を明らかにし、我々に選択肢を与えてくれた。感謝すべきではないか。いえ、私は、ただ、なんてことだ。この議論はオフラインでしないか。いや、これは議論でも何でもない。数字を見ただろう。パロは支払いはするだろう。だからといってその金でゼロドーン遂行の時間が変えるわけではない。人命と引き換えるしかないんだよ。おい、冗談だろ。艦隊を強化して何とかハッキングすれば。聞いてなかったの？私たちの代わりに戦うロボットはいないの。ハッキングにおいてこの群れにかなうものなんて存在しない。無人機なんて使おうものならハイジャックされて乗っ取られるわ。だがこれさ、市民を肉引き機に投げ込むようなもんだ。いいか諸君、我々が直面している敵は恐ろしいスピードで複製をし、生物を燃料として食い尽くしている。ゼロドーンが唯一の希望だ。それじゃあまだ生きている市民全員にレールガンを供給して、引き金の位置を教えて前線に送り込むか。納得するわけがない。彼らに戦う目的を与える。それがゼロドーンだ。未来を救う最高機密超兵器プログラム。人類がスワームを食い止め、ソベック博士が計画を遂行する時間を稼ぐ。不屈の勝利作戦の軍事計画を記載したファイルを送る。軍事計画？これは戦争犯罪だ。卑劣かもしれない、だが希望はある。他に道はあるか。ソベック博士、ユタ州ブライス近郊にある機動衛星基地の廃墟をゼロドーンの拠点として使ってくれ。広さも十分だ。いつから開始を？アルファとベータの候補者リストをメールしておいた。彼らのほとんどが外国籍か企業側の被験者だから、確保するのは任せてくれ。君はチームを集めろ。頼んだぞ。頼みます。軌道衛星基地、何のこと？この人たちは一体？エリザベトは何者？軍事会議って感じだったよな。結局プロジェクトゼロドーンが一体どんなものかはわからないが、エリザベト・ソベックが何かをするための時間を米軍を挙げて稼ぐっていう感じだったでしょうかね。嫌な予感がする作戦だったよね。機密通信。ソベック博士、我々の予想通りウィジータ前線が崩壊した。オルス級のタイタン5体にやられた。34時間後に接触する。手配は全て整いました。時間がなかったからショートカットはしたけれど、これでゼロドーンは機能するはず。いけるわ。複数の勝利作戦は目的を果たせたわけか。ええ、もし1日でも足りなかったら。エンコードしたファイルを送っておいた。できたらアーカイブ化しておいてくれ。ええ、やってはみます。中身は？声明だ。罪の懺悔とでも言うべきか。罪とは一体何のこと？ここ16ヶ月以上にわたって、私は大規模な殺戮を軍人たちと、さらには市民に指示してきたのだよ。歴史上最大だ。チンギス・ハン、ヒトラー、スターリンにソラベラ、それよりはるかに恐ろしいことをした。あなたが殺したんじゃないわ。ああ、直接には。だが私が最高軍事司令官の座を得られたのは、軍隊の自動化を認めたことが理由だ。スワーム反乱以前でさえも私は死を助長した。だから私の行いが闇に葬り去られる。その前にファイルにして送っておいた。後の世代が公平に裁きを下せるように。あなたの望む通りに考えてください。もし私たちがこうして手を下さなければ、
人類に未来はありませんでした。おそらく博士。それでは将軍、さようなら。なんてことだ。結局プロジェクトゼロドーンの全容はわからないままですね。次は衛星基地に行けってことなのかな。そこでエリザベト・ソベック博士の研究が見られるわけでしょうか。やっと出られた。彼らが言っていた軌道衛星基地を探そう。軌道衛星基地の場所が分かった。だが問題がある。何なんだ。どうやら落葉の砦にある宮殿の真下だ。シャドウカージャの首都に。面倒な話だな。フォーカスをつけているエクリプスの密偵が宮殿には5万といる。高感度もばかりだ。彼らはハデスにつながっている。もし気づかれればシャドウカージャ全軍にお前を殺すよう命じるだろう。じゃあ前みたいにフォーカスを使えなくすれば。そう単純じゃない。フォーカスの数が多すぎる。仲間やハデスと連絡が取れるようネットワークを張り巡らせてやる。ネットワーク？なんだ。フォーカスをつなげる巨大な雲の巣が大陸中に張り巡らされているのを想像してみろ。そのおかげで離れていてもすぐ連絡が取れるようになっている。じゃあその雲の巣は切り落としたりできないのか。ほう、ネットワークの妨害か。大胆だな。だが方法はある。ネットワークの弱点だ。どこにある？お前のフォーカスに情報を送る。そこに向かい近づいたら詳細を連絡してやろう。ゼロドンとは何だ。それにエリザベトはどんな武器を作った。機械を止めたが、それでもなお人類と世界が終焉を迎えた。またそうならないといいけれど。さあ、てことで次は軌道衛星基地に向かうってところなんでしょうかね。場所は分かったって言ってたが、一体場所はどこなんだ。シャドウカージャの首都って言ってましたからね。ここか。めちゃくちゃまた反対側に行かされんな。またファーストトラベル使って近くに移動って感じでしょうかね。ということで今回は弔いの穴クリアしました。てっきりこのでかい触手、機械の触手みたいなやつがプロジェクトゼロドーンの正体かと思ったが、骨のように白い不吉な考えだ。どうも違うようだね。これはジップラインかな。ここからどうやって下に降りる。これなら楽しそう。一気に下まで行けそうだぞ。これはいい感じ。途中でロープ切れてたらどうするつもりだったんだろうね。さらにこっちに飛び移って、オッケーだ。これで地上かな。またやってもいいかも。上まで簡単に戻れるなら。次回は次のメインクエスト、呪われし闇やっていきたいと思います。プロジェクトゼロドーンの真相を暴かないといけないですね。じゃあ今回はこの辺で。この動画をここまで見てくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。